2画面1時間寝ちゃった。1時間寝てしまいました。1、2、1、2、1、2、1、2、寝起きの運動、声が出ないのだから、寝起きで声が出ません、ここでこのように1時間ぐーぐー寝てしまいました。よし、このまま運動する。1、2、1、2、これ何かの運動になってる。でもここに効いてるね、ここの腹筋に効いてるので、このまま運動します。1、2、1、2、1、2。あ、日曜日のライブ終了後です。日曜日のライブ終了後でございます。食品をたくさんかけさせていただいて、1、2、1、2、1、2、食品をねたくさんかけさせていただきまして、なんてこった、動画が切れました。アプリが落ちました。もう iPhone アプリめ。よし、桃尻トレーニングします。腕立てを して腕立てをして、今日ゴム使わないでやる。腕立てをして、お腹を意識して、お腹を意識して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、きつ、やってみ、簡単に見えるべでしょ、膝を肘につけんだよ、簡単に見えるべ、やってみよ、あと10回。つら。1、2、3、4、5、つら、6、7、ついてない、7、うわつら、8、つら、9、10、もう無理、さよなら。無理。よし、今日は何しりとりにする、今日運動、歩きながら何しりとり、頭良さそう、頭がいい人が言いそうなことしりとりにする。頭がいい人が言いそうなことしりとり。
私頭良くないから分かんないな。今の政治ってどう思う？頭悪そう。うわー出てこない、全然出てこない。頭良さそうなことが言う人、あ、じゃ頭いい人が言いそうなこと、わー全然出てこない、どうしよう。え、本当に出てこない、やば。売り気出すなら今かな。NASA って NASA って儲けてるよね。ねね頭が良さそうじゃなくて、こずるかし、こずるい人みたい。やっぱね、もともと頭が良くないから、頭が良くないから無理だよ。何にも出てこない、一切出てこない。ああおかしい。日曜日のライブはね、ありがとうございました、マリオカートも楽しかったです。新規の方も来てくださいましたしね、本当に通常ライブにも来てくださって本当にありがとうございます。通常ライブからこちらサブチャンネルも今でね遊びに来てくれてる方も本当に感謝しております。みんなでいや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 ね、楽しい時間が過ごせることをね、しかも本当にね嬉しゅうてしょうがないでございますのでね、ありがとうね、本当にありがとう。そうマリオカート1位取りましたから、私すごいですよね、1位取ったのよ、1位取ったのよ、5人中一番最初、全然本当に1レース目人がまだ集まってない時に5人ぐらいでやって、その時私1番だった、すごい。高野菜でございますね。高野菜。白玉子ちゃん、もふちゃん、一番が高兄ちゃんということでね、前夜祭秋山さんが、撮っていて、ビンゴもなんと秋山さんが撮っていたので、ここの高野菜のね高兄ちゃん だったんですけれども、秋山さんがね撮ってればね3冠だったんですけれどもね、残念でした。でもブービー賞がねありますのでね、お待ちください。さあどうでしょうね、どうでしょうね、秋山さんが、トリプルを取れるかどうか否かでございます。高兄ちゃんおめでとう、一番おめでとうございます。ナイスドスコイ、ドスコイというのかな、ナイスでございます。タカ兄ちゃんありがとう。そしてすごく惜しかったの、タカ兄ちゃん秋山さんだったの、もうあと 0. コンマ 0. 何秒プッて早く押してたら
多分3冠取れたんでしょうね、秋山足がね。でボンビーちゃん、ボンビーちゃんありがとうね、お仕事お疲れ様でした。ボンビーちゃん、そして秋山さん、そしてマハルさんもありがとう、そしてふみ兄ちゃんもありがとうございます、上田さんもありがとうございます、ルアクさんもありがとうございます、そしてルアクさん、ルアクさん、ルアクさん、多分ルアクさん多分ブービー賞狙ってくれたので、ね、ありがとう。そしてタカ兄ちゃん、ふみ兄ちゃん、上田さん、秋山さん、そしてレオちゃん、秋山さん、ルアクさん、ということで、ここで滑り込みがいなければ秋山さんですよ。ここで滑り込みがいなければ秋山さんです。トリプルいきます。滑り込みはなんと白玉子ちゃんということで、ブービー賞ルアクさんです。惜しい、ここでも惜しい。秋山さん眠いんだろうね。眠い眠いとずっと言ってて、秋山さん仕事帰りで眠くて、でも眠い眠いって言ってて、もうなんかチャット打っててもなんか誤字がひどかったので、本当にね、いつも高野菜とか強いんですけど、あのコンマ 0. 何秒ちょっとあのなんか鈍ってたのかもしれない。お疲れ様です。眠かったんだろうな、きっと。ありがとうね。もう目をあのあれして、目をあれして、あの起きててくれて、なんでだっけ、凝らして目を凝らして、凝らして目を凝らして起きててくれて、本当にありがとうございます。なので、結局のところまとめます。ブービー賞がルアクさん、前夜祭が秋山さん、おめでとう。ブービー賞ルアクさんおめでとう、前夜祭秋山さんおめでとう、そして高野祭高兄ちゃんおめでとうございます、そしてビンゴ秋山さんおめでとうございます、そして、ピンクスパチャ赤スパチャなどくださった方、ティンちゃんにもポイントつけさせていただきます、ありがとうございます。そして動画ですね、動画は、動画というか抽選会か、抽選会は、アーリンと同じ佐々木ちゃん、そして、チャイさん、こちらにもねポイントをつけさせていただきますのでね、貯めてね、グッズと交換していただければ幸いでございます、ありがとうございました。それで大丈夫だよね、私は言うこと終わった、大丈夫、言うこと大丈夫、終わった、終わった。すげえうまい、これケンジさんにもらったTBC ダイエットサポート食物繊維、美味しいです、めっちゃ美味しいです。これでダイエットできるならガブ飲みするよ。食物繊維 6000mg、 不足しがちな食物繊維、食物繊維の1日の食事量は女性でし、ん？どういう意味？食物繊維の1日の食事按量は、え、どういう意味これ？食物、え？食物繊維の1日の、こっちに続くのか？食物繊維の1日の食事摂取、あ、こっちに続くんだ。こうやって読んでたけど、こっちに続くんだ。食物繊維の1日の食事摂取基準の目安量は、女性20歳から59歳で、私ギリギリですね、54歳なんで、 18g 以上に対し、あ、食物繊維の1日の食事摂取基準の目、あ、食物繊維の1日の食事摂取時期、食物繊維の1日の、アナウンサーみたいに言うわ、食物繊維の1日の食事摂取基準の目安は、女性20歳から59歳で 18g 以上に対し、平均摂取量は約 13g です。本製品で不足分の 5g 以上気軽に摂取いただけます。今これ見て思い出したんだけど、だって今これ見て、あ、今これを発言して私は思い出したんですけど、あの私は本とかをこうやって読んでて、本とかを読んでて、ああもう
頭がパンパンで無理だなって思うと、なんかそのなんかこういう声でなんか本読むの、一人でなんか声出して。筋肉の伸び縮みを意識することが桃尻を作る近道。筋力トレーニングをするなら、トレーニングの効果を最大限に得たいと思うのではないでしょうか。とか言ってね、こうやってね読むの。そうするとね、そうするとスッと頭に入ってくる。これを女性らしい体を作るには脂肪が不可欠とか言ってね読んでると全然入ってこないんだけど、女性らしい体を作るには脂肪は不可欠とか言ってるとすごい頭にねスッと入ってくるんですよね。真っ暗だな。あれ、あ、ついたついた。なんだろうねこれ。だからね、一人でこうやってやってんの、私こうやってなんとか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 始めよう、江頭のある暮らしとかつってやってんだ、ちかた一人で。やってるんだ、ちかちゃん一人で。でも本当に入ってくるよ、そうすると。当たり前なのかな、それって。それって当たり前なのかな。入ってくるのは当たり前、うん、よし。さあ、今日も、これを見てる皆様は火曜日。火曜日でございますけれども、お仕事お疲れ様でした、何もね、お仕事何も問題がなければね、水曜日にね、ライブするので、水曜日の20時からか。何も、仕事問題なければね、20時からね、ライブしますのでね、スムーズに行けば、明日皆様とね、メインチャンネルの方でね、会えるんじゃないかとね、思っております。もうさ、すぐ前髪がさ、汗かいてさ、ぺったんこになっちゃうの。今これはさ、ちょっとさ、もうさ、水と石鹸で濡らしてきてさ、こうやってガーってやってさ、乾かしてさ、こうやってやったんだけど、もうライブ中とかさ、汗かいちゃってさ、すぐさ、前髪ぺったんこなんだよね、なんか。こうやってなんか、始める前はこんな風にしててもさ、すぐぺったんこになっちゃうな、汗で。夏になったらもう、びしょびしょなんじゃない前髪。私みたいにパッツンにすれば、マユミってすげえパッツンじゃん。今気づいた。私パッツンよ。今気づいた。私センター分けでしてんのかと思った、マユミ。マユミってセンター分けだよねって言おうとしたら、パッツンなのあんた。かゆいなんかねえ、前髪かゆいなんか、刺された形跡はないのにかゆい。アレルギーね。何の？前髪の。前髪の刺された形跡ないのにかゆい。あんたパッツンだったんだ、知らなかった。結構短いね、これぐらい。私が一時期パッツンにしてた時より短いんじゃない？私あの時これぐらいだったでしょ。これぐらいだよね。あんたいいね、そんなね。あんた美人だから、あんた美人だから似合うよ、そのパッツンが。美人？美人美人、まゆみちゃん美人だよ。眉毛がないのだけがすごい気になるけど、なんで眉毛ないんだろうね。今度眉毛作ってあげようか。え、眉毛作ってくれるの？うん、眉毛作ってあげようか。今作れないよな。今度作ってあげるよ、前目に眉毛。やったわ。作ってあげる、作ってあげる。そのうちね。うん、そのうちでいい。時間があるときでいいから。どんな眉毛が似合うかな。眉毛作ろうね、今度ね。やったわ、やった、やった。まゆみちゃん、じゃあ切ってほら。眉毛、眉毛、眉
眉毛、眉毛、眉毛。怖っ。